今回はお腹周りが気になる人におすすめなプランクの応用編を紹介していきます。今回のプランクはちょっと膝曲げるだけでお腹にすごい効きやすくなるんです。簡単な解説をした後に一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの応用編として、腹筋は腰が痛い、首が痛くなる、プランク膝ついたら簡単だけど膝が痛い、そういった方におすすめな膝曲げたプランクを紹介していきます。なぜ今回のプランクがいいのかというのは、動作を見ながら解説を聞いてください。今回たったの30秒でお腹にしっかり効かすことができます。なおかつ腰が痛くなりにくい、腹筋に効きやすいというメリットがありますんで、ぜひチャレンジしてコメントください。それでは紹介します。はい、まずスマートフォン顔の前に置きましょう。で、プランクいろいろあるんですけども、効かすポイントとしては、肩の下よりも肘を少し前、体重を前に持っていかずに後ろに持っていく、腰が反れずに腰を丸める、この3つが腹筋に効かすポイントになります。これが簡単に今回意識できますんで、真似して30秒頑張ってみましょう。そして膝をつくプランクあるんですけど、膝痛いよって方ももちろんいます。なので今回は膝つけずにやっていきます。通常のプランクというと、こういった体勢でキープすると思うんですが、お腹に効きにくい人の多くは、重心が前に行き過ぎてます。重心が後ろ、肩の下よりも肘が少し前。そうすることでお腹に効くので、今回は膝ちょっと曲げます。肘を少し前に出して、体を持ち上げて、膝をちょっと曲げることで、自然と腰が丸くなります。腰が丸くなるとお腹に効きやすいので、膝を少し曲げたらお尻が少し上がるので、その分体を少し下げます。で、体を少し後ろに持っていきます。こういう感じです。膝曲げる分お尻が上がるので、重心を下げる。これ30秒キープしてみましょう。少し膝を曲げる意識だけで、お腹が締まりやすいので、特に腰を丸めるっていう意識はなくても OK。 膝を曲げたら体を下げるだけです。そして肘が少し前、肩の下、肘を伸ばす、その間ぐらいです。この位置で手をついて、体を持ち上げて、膝をちょっと曲げて、体を下げる、キープ。息は止めない方がいいです。呼吸はできるだけ長く吐きます。7秒から10秒ぐらい息を吐いて、すぐ吸ってまた吐き続けるっていうことを繰り返して30秒キープです。それではやってみましょう。まずはスタンバイ。肘少し前、体を浮かせる。膝ちょっと曲げたら腰が丸くなる。体を下げる。膝はあんまり曲げずに、伸ばすことよりもちょっと曲げるぐらい。いきましょう。スタート。ちょっと膝曲げて、息長く吐いて、頑張って。体は上がらないように低め低めでキープ。ちょっと膝曲げて、きついよ、あと少しよ、頑張って、ちょっと膝曲げて頑張って、やばい、うわはは。いやー、お疲れ様でした。たった30秒。これくらいが続けやすくていいですよね。普通通り体をまっすぐしたプランク、飽きてたって方は、今回のプランクやってみてください。もちろん、いろんなプランクを載せてます。自分に合ったプランクをやってみてください。例えば、ウエストを引き締めたいなら足を振る。お腹に効きにくいなら膝を曲げる。肘を前に出す。いろんな方法がありますんで、このプランクめっちゃ効いたよっていうやつをね、何回か続けてみてもらって、体の変化を見ながら、メニューチェンジとか、やってみてもらえたらと思います。今回たった30秒でめっちゃ効いたよとかね、あんまり効かんかったよとかね、肘だるかったわとか、膝曲げにくいよとか、なんかいろいろあったらね、ぜひコメント待ってます。やってみてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、フォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。